はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。エルシャドール水嵐です。さあ、本日なんですが、皆さん、神殿のシャドールパック、ご存知でしょうかね。これ、実はね、このね、呪縛の、なんか、何これ、英詞ちょっと読み方あるんだけど、この、シャドールのパックが、新規で実装されていて、新規イラストカードが2種類追加されてるんですよ。エルシャドールミドラーシュと、ネフィリムさん。これなんとね、召喚ムービーも専用で用意してくださっていまして、まあ、激アツと、まあ、言わざるを得ないんですけども、まあ、この2枚を使いたくて、僕久しぶりにちょっとシャドールデッキをね、組んできました。はい。なんか、新規イラストって大体僕結構手に入れるとき沼るんですけど、なんかこれ配信外でなんか向いたら、なんか、センジムで出ました、両方とも。神引きしました。これ動画にしとけばよかったなと思ったんですけども、まあ、新キャラスト簡単にゲットできたんで、まあ一応今回は60枚の芝刈り型にしてまして、芝刈り、ビーステッドシャドールデッキ、で分回していきたいと思います。まあ、シャドールって結構いろんな組み方あるんだよね。なんか召喚獣と組み合わせたりとか、なんか楽園と組み合わせたらティアラメンツ入れたりとか、いろいろあるんですけど、まあ今回はなるべく準構築っぽく、準構築に寄せて、まあビーステッドとか、まあ、カルデシアとか入ってるんですけど、まあなるべく準構築っぽい感じで、作ってきたんで、まあ、見ていただければなと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやー、新規絵なんかごめんなさい、配信じゃなくてシャドールの新規イラスト、配信じゃなくてなんか裏作業でなんか普通にパックなんか1000ジムぐらいペッて向いたらなんか普通に出ちゃって2枚とも、なんかやっぱ配信だとその視聴者の怨念みたいなのがちょっと配信に乗るのかどんなか知らんけど、俺すげえ沼るんですよ、新規イラストを、あれするときに。これシャドール除外していいかな、除外してそうだな。シャドール除外しても別にトラップカード切っからいいや。シャドールハウンドとかいうカード除外して、で特殊して、これ全然シャドール感ないけどいい。ありえねえぐらいシャドール感ねえけど俺のこのハンド、あ、ハンドっていうか、まあ動き、まあでもシャドールなんですよ。 見せましょう。でリベリオン特殊で、リベリオン効果、はい。で、フクラクイーン貼る。で、カードセット、セット、セット、エンドですね。めちゃくちゃ、アナコンダ結構強いな、これ。アナコンダして、あれか、融合、派兵で、カルティシアだけ出しとくか。出して、これ2ビリ踏むけど。まあ、踏んだら踏んだの。で、プレータープランツ、ベルテアナコンダの、モンスター効果を発動。2000ライフポイントを支払い。融合派兵を墓地を送って、そしてカルテを出しておく。これによって一応グランディニョルがアイテムターンに出せますんでね。はい、これでエンドです。さあ、これで、マグラムーティングの効果によってドルイドブルムが、手札に加わり、これで、相手のターンにフクラクメンにドローしながらドルイドブルムからのブラックインの獣っていう、最強のムーブもできるという形ですね。で、そして、まあ、一応シャドールーツだけ出しておきましょう。シャドールーツは、シャドールモンスターかっこトラップモンスターみたいなやつです。闇属性、攻撃力1450、守備力1950。何この中途半端な打点っていうね。で、七星の開門は OK、 ユベルかな、スプライトかな、まあ、スプライトユベルっていうね、やつもありますし、まあ、最近いろいろね、アークコの将来神が大活躍してると言われてますけれども、まあ、ちょっと一応フクラクインの効果としますか。フクラクインの効果、ビーステッドマグラムートを特殊召喚。さあどうする、なんかあんねん。さあマグラムート特殊召喚効果ぞ。なんだかんだやっぱね、ビーステッドっていうギミックは最強ですわ。あ、ユベルだね、オッケー。あー、ファントムか。ファントムダリーな。ファントムダリーけど、まあ、ファントムダリーけど、ファントムダリーけど、ルークでもいいし、獣でも除去れるんだよな、別に。別に、今効果そうすれば。シャドウルークの効果。自分のフィールド、墓地から融合作用をゲームから除外することにより、シャドウルモンスターを特殊召喚。アナコンダかなんかゲームが違うか。2体のモンスターを使って、うわエルシャドールミドラッシュ。さらにルークの追加効果によりファントムイビールは爆破。よし神。そしてフクラクインの効果を発動、除外されたゼルティアナコンダを戻すことによってカードを1枚取ろう。特殊召喚1回までお願いしますね。それはいいですよ。特殊召喚は1回まででお願いします。あ、ちなみに、なんか殴ってこようとしたら獣で爆破するし、なんなら、グランギニョルで、なんかその、
あでもハウンド除外したっけ俺。ハウンド除外してるわ。まあいいや、大丈夫、獣がかかるからまだいける、余裕で。効果を全部通します。なんでかっていうと、特殊召喚1回でこの場面負けるわけないからです、ユベルが。まあファントムユベル出てくるぐらいなんじゃね。まあ、楽園の獣強すぎて無理だと思うけど、俺多分。はい、で買い物どうぞ。はい、さあ買い物の効果一旦に一度手札を1枚捨てる、 OK いいだろう。手札を1枚捨てることによって、これ爆破 しなくてもしてもどっちでもいいね、正直。これで出てきたユベルが何もしねえから。あ、スピリットオブユベル、まあそれはどうでもいい、もう結構どうでもいい、もう全部通す。攻撃力ゼロのモンスターはミドラーシは抜けないからナイトミアペイン、ナイトミアペイン開かれても大丈夫だな、別に破壊できる、あれも問題はない一切。さあどうする、スピリットオブユベルを爆破するか。え、でもこれナイトメアペインでさ爆破しちゃっても特殊召喚できないけど大丈夫それは。そう、ナイトメアペイン、あ、スピリットオブユベル爆破してロータスか。はいはいはい、どうぞ。 いいですけどもう展開できませんよもう展開できませんけども、もう一応セントダメージやな。ちょ、ドルイドブルームの効果、ドルイドブルームによってちょっと一応ユーベルをゲームから除外した。ちなみにファントムオブユーベル君ももう出せませんのでね、このターン。まあ、特殊召喚1回までなんで。で、ドルイドブルームを特殊召喚し、楽園の獣の効果。楽園の獣はフィールド上のベースセットをリリースすることにより、相手のカードを破壊。そして、相手のカードが破壊された場合、ドルイドブルームが墓地を送られたので、相手のフィールドのモンスターも墓地を送る。はい、神。あ、ナイトメアスローン発動します。ナイトメアスローンは一応、なんか、ユーベルが離れると、そいつのレベルのプラマイ1の、モンスター持ってきて召喚条件無視し特殊召喚できるってことがあるんですけど、特殊召喚はできない。なんでかってエルシャドウのミドラーシがいるからだ。特殊召喚1回まで決まっている。よし、あまりに強い、あまりに強い。ミドラーシとかいうモンスターやっぱクソ強いわ。現代遊戯ガードも全然いける。ああ、特殊召喚1回までの制約マジでね強いね。まあ、お互いなんだけどね、これ。これ、お互いだから、一回どかさないと展開できねえか、これ。一旦融合しに行くか。ミドラージちょっと邪魔なんで、これ、ワンキル取れないっていう説あるんで、これ、グランギニョル出しときまして、はい。で、グランギ効果発動します。で、アプカローネ墓地送って、アプカローネ効果。やべえ、これなんかこねくり回してる、これあんま何もオッキングでこれなんかあれなんかこれ裏趣味だよな、特殊するの。ウェンディ効果、なんかこねくり回したけどなんか何も起きなそう、やばい。まあ、リザードなんか特殊がショックで、やべえ、ちょっとマジで何も起きん。愚かな埋葬起きたらしたらなんかある。いやでもこれ埋葬だもんな、これ服装じゃないもんな、これリバースいいね。ちょっと待ってくれ、やばいこと起きてる、ちょっとほんまに。キルの取り方が分かりません時間ねえやべえキルの取り方分かんねえマジ。ちょっと待って、ちょ、まあ、とりあえず全部除外しとくわ。ひたすらにゲームから全部除外しておいて、はい、はい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 。でこれで福楽院の効果発動、返してあげてワンドロー入れる、バルドレイク、もうなんか何でもいい、除外特殊2500、アドバンス召喚1900で勝てるこれ。はい、ちょっとマジでやばいです。回し連動当たりません、デッキのやばいです、時間かかりませんこれ普通にさっきの盤面にバルドレイク出して殴ったら勝ってたのでは。まあ勝ったからよし。ああなるほど、なんかめちゃくちゃこのなんかトラップモンスター手札組んだけど、これどういうこと手札来すぎじゃない、このなんかトラップモンスター。グランギニョルパイセンを、出しに行きたいんですけど、なんかありますか。まあ、G かウララかどっちかちょっと今のところわかんない、ウララですねこれ。グランギニョル出しに行きまして、はい、一旦グランギちゃん出しましょう。ウララってことはこれチェーン順で隠したいんじゃない、つまり一応グランギニョル効果と、エッジンプチェーンの効果
が発動して、で春うらら、なるほど、ここ打ってくれるんだ、あっちここ打ってくれるの、あっちいいけどな結構。であるならば、まあ一旦、まあアップからの落としかないね。でアップか落とし、アップかここか。でですね、ルークかな。でも結局なんかミドラッシュで頑張るしかないんだよな、このハンドは。シャドウルーツ落としちゃうとシャドウルーツになるか。アップからの何してるか、いけば。だからこれこうして、なんかクソ手堅い、弱そうだったけど、まあこれするしかないんだよな、シャドウルーツで切って。でカルテ回収して、はい。で、まあ G 打って、墓穴打ってもらって、ミドラッシュで分からせます。頑張ってください、ミドラッシュさん。新たにかかっています、このデュエルは。新たにかかっています、このデュエルは。もうそれしか勝つ方法があるかは、まあ、僕は思いつきません。エルシャドールフュージョン、一応速攻魔法なので、打ち打ってるんですけど、まあ、出てきて、ネフィリムは出せるか、一応。あ、なるほどね。先玉、了承。まあ、エクソシスターか、残機か。わかんないけど、まあ冥界とかもあるか。残機、そんななんか安直に打っていいのか。お前地獄を見るぜ。増殖する G 打ちます。はい。でこの墓穴ありますか、うららありますかの、あ、墓穴ね、 OK、 了承。じゃあシャドルクーズは墓穴打ったのは軽率だったんじゃねえか。新キラソン行くぜ。フィールド上、あ、自分の墓地フィールド上からゲ、融合素材ゲームから除外し現れろ、エルシャドウのミドラッシュ。エルシャドウのミドラッシュが存在する限りお互いに特殊召喚は1回まるで頼む。さあ G は通んなかったけど、お前はサブトラの特殊召喚に成功してしまうため、もう特殊召喚は1回までだぜ。さあ、核炎竜グランギニョルのモンスター効果を発動。核炎竜グランギニョルを除外し、うお、デスピアンルルバリリス爆弾。さあ、どうしますか。特殊召喚は1回までですよ。ランク4はできません。サイバーステーキャーもできません。あなたはそのダゴはしばかりやるぞ。芝刈りやるぞ。これは芝刈りがめちゃくちゃ仕事する可能性がある。プレタープランツオフリススコーピーオッケーだぞ。なんだ、捕食じゃなさそうだよなこれ。ダーリングコブラオッケー。いやこれこっからクソデッキ展開される。ああそうだね、多分ね、ブリリアントフュージョンだもんね。いやなんかね、あのインスタントフュージョンねえのマジで終わってて、捕食植物さん。インスタントフュージョンからめちゃくちゃ最強ムーブできるんだけど、インスタントフュージョンなぜか禁止なんですよ、マスターデュエル。まあ、主には、手がつく最強デッキの、キーカードと言われている融合モンスターが、まあ、原因なんですけど。なるほど、アロマセラフィンジャスミンちゃんからのネコーン。ネコーン来た、最強モンスターだ。ネコーン、光の結界ダメ。なんかあんま見たことねえ動きしてんな。よくわかんねえけど、これであれか、粛清ムーブでもすんだ。光の結界いるの？光の結界ってこれどういうこと？とりあえず、まあ、ロー成立するとローガーディアンは出てきちゃうのが結構強いんですよね。あ、ローガーディアン、パイセン出てきました。で、ローガーディアン効果発動して、ローの効果も発動する。なんでもこう、いやでもこれ芝刈り通ったら全然いけるだろ。この程度の盤面でやれば。天帝の使徒止めさせるか。天帝の使徒は止めるだ、さすがに。天帝の使徒打って止めさせて芝刈りぶやってて分からせよ。でチキンレース効果、はい、ワンドローどうぞ。はい、控えの結界が発動される。どういうこと。え、こっからこっからやばいこと起きないよね。ダウンビート、何やっべ。やばいこと起きたわ。ちょっと待って待って、やばいダウンビート、何、取り足アルキアにダウンビートを打つと、アルカラフォース21ザワールドが出せるのか。そんなバカな、俺のターン。あ、ダウンビ
ート天才じゃない。くっそ芝刈り引いてたのに手札まあまあ強かったのに、チキショー、なんだよザワールドって。